はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日のお客様です。お名前お願いします。はい、井の坂美恵です。はい、サロン名は何ですか？トレジャーボックスです。はい、ではそのサロンを立ち上げたきっかけは何でしたか？立ち上げたきっかけは、西関区ってみんなおじいちゃんおばあちゃんが一緒に住んでるのが当然だと思うんですけど、うち主人も自分も親がちょっともう他界していなくて、で、まあ、顔見知りが増えた方がいいかなっていうのもあって、そういう場所、西関区って子育てサロンがあんまりないので、あったらいいなと思って作りました。本当にそれだけ？そうです。なんか自分がどっか行くのに困ったとかそういうわけではなく、はい、ただあったらいいなと思って。そうですね、やっぱり近くに欲しいなっていうので、はい、自分が作るのが一番早いかなと思って。はあ、すごい、はい、自宅でやってるんですもんね。はい、そうです。自宅以外にもいろいろ検討されたんですか？一応公民館とか集会場とか、どうかなと思って聞いたりはしたんですけど、まあ、はい、いろんな事情で自宅でやるのが一番いいかなと、なったんですね。はい、ちょっと個人的に気になるんですけど、はい、この名前の意味って何かあるんですか？パッとひらめいた感じで深い意味はないんですけど、まあ、宝箱って意味なので、まあ、そうですね、みんな楽しい場所っていうか、すごい。だってもうチラシの名前がもうお母さんが幸せになる子育て応援サロン、トレジャーボックスですもんね。そうですね。すごい、なんかもうそれ見ただけでなんか行ってみたいと私は思うけど。ぜひ。はい。すごい。2018年今年の4月にオープンしたばっかりなんですよね。そうです。オープンしてどうですか？そうですね、割と毎回人が誰も来ないのかなと思ってたんですけど、結構来ていただいて、はい、すごい。ではそんな4月からのオープンでもう7ヶ月8ヶ月、はい、ぐらいになると思うんですけど、どんなサロンだなってこう今振り返ってみると思いますか？いや、特にね、何をしてるわけじゃなくて、ただただダラダラしてるだけです。ダラダラ大事ですよ。はい、お母さんがダラダラする感じの、はい、なかなかお母さんなんか支援センターとか行ってもなかなかダラダラできないじゃないですか。そうですね、あんまりね寝転んでたりするとね、どうしたのかなって感じになっちゃうんで、ね、はい、でも本当に普通のお家だから、はい、本当自分の家みたいに過ごせていいですよね。そうですね、寝ちゃっても大丈夫ですし、はい、飲み物もあって、はい、でなんと時間が10時から5時半までやってるっていう、はい、なんで5時半までやろうと思ったんですか？近くにどんぐりさんっていう支援センターがあって、そこが6時までやってるので、早い時間に終わっても、あ、帰りにどんぐり行こうってなるとお母さん結局大変ですよね。なので一箇所で最後まで入れたらいいかなって、自分がその方が便利なので、はい、それで5時半、はい、すごいですね。で、あれですよね、300円、大人の方だけでいいんですか、料金？そうですね、はい、で、飲み物は自由に飲んで、はい、食べ物も持ち込み OK だし、はい、お昼寝ももちろんしていいよ、はい、っていうことですね。出前も取れます。え？本当です。近所のラーメン屋さんから出前が取れる。じゃあなんかこう、じゃあ今日はみんなで出前取ろうよってなって、はい、普通に、まあ、はい、自腹で好きなものを頼んで、いいですね、ラーメンとか、はい、すごい楽しい。それあれですよね、なんかいろいろ資格を持ってらっしゃる、はい、保育士さんと幼稚園の先生と、はい、ファイナンシャルプランナー、はい、あとあれカラー運命学鑑定、はい、なんでこんなにいっぱい持ってらっしゃるんですか？ね、なんでですかね、勉強するの好きなんですかね。もう一番最初に取ったのはどれですか？最初は多分幼稚園の先生が学校の時に取ったので、一番最初ですね。次は何ですかね、ファイナンシャルプランナーですね。次は
もうあとはつい最近去年とかに保育士も取ってカラー運命学、はい、それも最近ですね。へえ、カラー運命学って何するんですか？ですね、生年月日からその人の運気のいい時、うん、悪い時っていうのを知ったり、うん、あと相性を、うん、が分かるので、旦那との相性とか旦那もそうですし、自分の子供の育て方とか、うん、まあそうですね、例えば努力しても無駄みたいなことって、うんうん、もう運命で決まっちゃってて、うんうん、なんかそういう無駄にイライラしないで済むっていうアドバイスが、子供が小さいうちに知れたらすごくいいなと思って。楽ですよね。そう、じゃあサロンに来た時にちょっと時間があったら、はい、これもお願いできるんですか？そうです、一応水曜日はやってないんだ。そうですね、結構人が大勢いたりしてプライベートなことをお聞きするので、あ、そっか、できれば改めて別の日に来ていただいてやります。はい、じゃあその鑑定は、はい、サロンの開催日以外の日で。そうですね、時間をじっくりその人とマンツーマンというか子連れで来ていただいて全然大丈夫なので。うーん、はい、すごい。そう、そしてあれ、スヌーズ連なんだ。そうですね、五感を刺激する2回さっき見せていただいて写真を後で載せますけど、スヌーズ連、はい、発音違う。いや大丈夫ですね。スヌーズ連って何ですか？その五感を刺激する空間ですね、のことをスヌーズ連っていうんですか？そうですね。へー、はい、すごく素敵だったのでぜひそれも楽しみに見に来てください。はい、はい、では最後にこれを見ている、まあそうだな、私人見知りでサークルとか行けない人だったんですよ、はい、サロンとか子育て支援センターとか、はい、そういうやっぱりなかなか踏み出せないママとかも多分まだまだいると思うんですけど、はい、そういうママたちにもそうですし、いろいろあちこち行ってる、行ったことのあるママたちもいると思うんですけど、はい、そんなママたちにまとめて何か一言お願いします。はい、まあ、入った時にあの人誰みたいな目で見られたらすごく嫌だと思うんですよ、うんうんうん、やだ。で、行ったらすごいグループできちゃってて、そうそうそう、私ポツンみたいな、そう、それ、そういうのがないように、うん、まあ、その場にいない人の噂話とかはしないとか、うんうんうん、もうあの人誰っていう風な目で見ないとか、うんうん、そういうルールを一応設けてあります。はい、それってなんかこう来た時になんか渡されるんですか？お話一応ですね、今映ってないんですけど、うん、あそこに貼ってあるんです。あ、本当だ、はい、あ、写真後でね、はい、しときます。ちょっと汚い字で書いてあるんですけど、でプライバシー、言いたくないことは言わないし、うんうんうん、無理やり聞き出さないっていうルールでやって、うん、それ新潟でやってるあの地域の茶の間っていう、はいはい、あのおじいちゃんおばあちゃんがよくやってるところと同じルールなんですけど、うん、そういう風にやってるので、まあ誰でもフラッと来ていいです。今ちょっとお客さんが来たようですので行ってきます。はいはい、はいはい、戻ってきました、はいはい、お客さんも来ました、はい、あとは何かありますか？はい、子連れじゃなくても、うん、子育てを卒業した人とか、うん、子供が保育園とか学校行ってる人でも、うん、大人だけで来て、うん、お茶を飲んだり、うん、よその赤ちゃんに癒されたりするっていうのも OK なので、うんうんうん、どなたでも来てください。すごい、本当になんかじゃあ子育てママたちはもちろんだけど、変な話、おじいちゃんとかおばあちゃんが来てもいいですか？そうですね、そうすると子供をちょっと手離れたら嬉しいじゃないですか、うん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 、ママも楽楽できるし、うんうん、はい、なんか置物みたいになっちゃいましたけど今日ね、お子さんなしでいらっしゃって、お子さんなしで、すごい、はい、妊婦さんも OK って書いてありましたもんね。はい、妊婦さんも OK です。はいはい、わかりました。すごい音楽が、はい、交通安全の本当だ、車が通りましたね。すいません、脱線しました。はい、はい、あと何かありますか？そうですね、あとはどうですか、トレジャーボックスは、はい、どうですか
あ、すみません、失礼します。あの一応ここにあのサロンの、 あの紹介がありますけど、うん、あの大体支援センターだと、うん、あの小さいお子さんとお母さん、うんうん、であの年配の方は、まあ、それ例えば、まあ、サロンやっぱりありますけど、うん、やっぱここ接点が全くない状態なので、うん、ちょっと間がをつなぐ場所があると、でなおかつあの安全な でみんなが集まれるスペースって意外にあるより全くない、ですごくあの新しい試みだと思います。素晴らしい、これからがますます楽しみですね。そうですね、はい、とりあえずまずはじゃあ遊びに来てくださいっていう感じですね。はい、はい、そういうわけで今日は子育て応援サロンのトレジャーボックスさんからお伝えしました。はい、ありがとうございました。待ってます。さようなら。